海と日本プロジェクト in 徳島。今日はロマンスの聖地として全国およそ50家が選ばれた恋する灯台の一つ鴨田岬灯台をご紹介します。四国最東端に位置する鴨田岬、海抜およそ50メートル、太平洋と瀬戸内海だけでなく晴れた日には淡路島や和歌山県まで一望できる非常にダイナミックな景観が魅力的です。一方この周辺は浅瀬が多く、複雑な潮の流れによる航海の難所でもあるため、地域住民の要望により大正13年この鴨田岬灯台が建造されました。その後の改修工事によって付近浅瀬の照射塔が併設され、四角の窓を持つ珍しい形となりましたが、昔も今も変わらず地元の方々に親しまれ、付近の航海の安全を守り続けています。この灯台には他にも大きな役割があります。鴨田岬灯台と対岸の和歌山県日野岬灯台を結んだラインは瀬戸内海と太平洋を分ける境界線と定められています。今年7月、鴨田岬灯台をイメージして擬人化されたオリジナルキャラクターが作成され、阿南市に贈呈されました。阿南市はこのキャラクターを商品化して鴨田岬灯台をさらに PR していきます。またこの灯台は初点灯から間もなく100年を迎えようとしています。今後もこの明かりを絶やすことなく日々整備していきますので、さらに親しみや愛着を持っていただけるよう、このような機会を捉えて広く知っていただきたいと考えております。海と日本。今日も見てくださりありがとうございました。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。